ま、閉会式で名前を呼ばれた瞬間、すごく嬉しかったです。まあ、自分自身で試行錯誤しながら点数が伸びる方法を考えたり、あと課題に対する理解を深めていったり、たくさん努力したことが、まあ、金賞の決め手になったかなと思っています。将来というほど先ではないのですが、まあ、直近の目標で今指導員をやらせてもらっているので、後輩たちを優勝に導けるような指導をしていくことが目標です。はい、技能五輪では技能だけでなく精神面や身体的な面でも能力を伸ばしていけるいい機会ですので、精一杯取り組んでほしいなと思います。以上です。